さあ、それでは SG 第15回チャレンジカップを制した平尾隆則選手登場です。関南新区を乗り越えました優勝平尾隆則。おめでとうございます。皆様の声援が春の励みです。それでは表彰を行ってまいります。はじめに優勝いたしました平尾隆則選手に優勝杯が一般財団法人日本モーターボート競争会皆川浩二会長より授与されます。第15回の大会チャレンジカップの優勝杯は重みがあります。おめでとうございます。皆川会長から優勝杯が手渡されました。会長ありがとうございます。まさに光り輝く金字塔優勝杯が贈られました。続きまして中国運輸局長賞として中国運輸局次長三谷康久様よりカップが授与されます。ボートレースの一戦一戦にサポートの力を添えてくださっております。ありがとうございます。中国運輸局長賞でした。ありがとうございます。どうぞご講談ください。ありがとうございます。続きまして倉敷市長賞として優勝賞金の小切手が倉敷市長伊藤香織より授与されます。チャレンジカップの優勝賞金は2500万円です。今授与されました。おめでとうございます。6288万円強、賞金ランキング10位が手元の集計第9位になりました。さあ、そして開会式選手紹介でも伊藤市長からご紹介がありました。この小島はジーンズの発祥の地であります。オリジナルのジージャンウィナーズジャケットが伊藤市長から平尾選手の肩にかけられます。おめでとうございます。あー、かっこいい。金白市長です。伊藤市長でした。ありがとうございました。似合ってますね。そして今日最終日は第9レース発売中トークショーに出演をいただいたボートレースイメージキャラクターの南明奈さんから祝福の花束の贈呈があります。明奈、南明さんです。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。後ほど写真撮影で登場いただきます。ありがとうございます。ご登壇ください。ありがとうございます。真ん中へどうぞ。予定になかったんですがマイク渡します。デビュー17年第15回チャレンジカップを制した地元平尾隆則選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ゴールの瞬間下向いちゃいました。そうですね、はい、もうガッツポーズはするつもりはなかったですから、うん、はい、噛み締めました。そうですね、はい、このシリーズどれぐらい前からもう決まった時から意識をしてましたか。いや、もう本当に、まあ、出場できてね、今回は岡山4人、川崎さん、僕、角郎、かや、いいメンバーでいけるなと思ってました。はい、うん、はい、やる気のある、はい、ね、はい、それを引っ張っていくもう先輩になってきましたね。
まあ、僕はまだあの川崎さんにおんぶに抱っこだったですけど、うん、今節はあの、はいねはい、モーター最初に引いた時にね、あのこのモーターは引きたいモーターの中の一つだったようですね。そうですね、はい、はい、どういう素性だというふうに見てたんですか。ね、バランスが取れて、あの僕が見た時には伸びていってたんですけど、今節はなかったですけど、はい、あのレース足とかは良さそうな感じもしてたので、うん、引きたかったやつです。はい、はい、そのモーターの良さを最初から感じて、最初は我慢しますって言ってました。そうですね、触って壊すことの方が多いので、はい、あの SG なのでミスできないのでね、はい、おじさんの JLC 専属解説者の山本康さんが触っちゃいけんぞ触っちゃいけんぞと心で念じながらただただ見守るしかなかったと言ってました。そうですね、言うてました、触るなって。あ、言ってましたか、はい、でもちょっと触りましたね。そうです、エンジンは触ってないですけど、うん、もうプロペラも叩くなって言われたんですけど、うん、まあ、自分が納得できなかったのでちょっといろいろやってました、はい、自分で勝利の道筋を探る、これが平尾選手の自分のやり方です。さて優勝戦です。スタートはコンマ22です。はい、そんなに遅いと思ってないです。はい、行く気だったので、はい、私はスタートを起こす平尾選手だけを見てました。もう僕もフライングだけはするなって自分で思いながら、はい、もうまっすぐ向いて本当に優しくレバーを、そして体重を丁寧にかけてきました。そうです、フライングをしてしまうとこの大会も、ね、台無しになりますし、うん、もう勝ちっていうのがなくなるので、はい、フライングするとそこに神経を集中はしてました。はい、起こしてからは全速でしたか。全速で行きました、はい、ほぼ横一線のスリット一幕どうでした。そうですね、本当に足が良かったのですごく太田さんは気になってたんですけど、うん、後手を踏まなかったら一幕回れると思ってたので、うん、はい、もう思い切って全速で回りました。一瞬で離しましたね。そうですね、全速ターンができたから、はい、うん、ですね、ゴールをする瞬間まで確証が持てなかったのか、正直どうなんでしょう。まあ、一等だなと思ったのは1周1マークですけど、うん、3周回るまで必死でした。はい、必死だった。はい、今節は必死で走りました。そのことは勝利者インタビューの中でも再三口にしていました。ゴールして、そして多くの皆さんが拍手で迎えてくれて、ウィニングランもすごかったですね。そうですね、デビューして初めてです、こんなに小島にお客さんが来てたのを 見るのすごいと思いました、はい、でも本当にすごい皆さんの熱気がね。そうですね、うん、やっぱり SG は違います。そうですね、はい、皆さんに盛り上げていただきました。最後ずっとウィニングランで走ってきて、時計の前でちょっと減速しましたね。そうですね、はい、上見ましたね。そうですね、上で解説されてる黒明さんがいてたので、はい、そうですね、期待を背負ってたので答えれたことに嬉しかったです。あの子は優しいけんのそれで勝てなかったんですけど、今までそれと向き合ってきた。はい、はい、褒めてやってください。優しい気持ちをね、強さに変えました。長いインタビューと言われるかもしれませんが、もうちょっと話しさせてください。賞金ランキングが第41位から第9位です。はい、自分で勝ち取った。そうです。でもすごく実感がないので、今どうのこうの正直言えないです。はい。夢なので、まあ角郎もカヤもみんなそう思ってるんですけど、はい、まあ僕先に行かせてもらいますけど、はい、うん、なんか全然何も考えれないです。考えれない。はい。はい、ただ一つ忘れないでほしいのは、この会場に集まってくださってる皆さんの気持ちを背負って走る。それは紛れもない事実だと思います。そうですね、うん、岡山代表として、はい、行ってきます。しみじみとかみしめてますが、ね、はい、きっとですね、今のこの気持ちが、来月、水面にきれいな花として咲くことになると思います。
それを見届けてあげていただきたいと思います。あとでもう一言お願いしますけれども、会場のファンの皆さんに感謝の気持ちをお願いします。そうですね、遅くまでこんなに残っていただき、もう誠にありがとうございます。これからもこの岡山支部の選手みんな力を合わせて頑張っていきますので、ぜひお子様をお連れの上、小島競艇場に足を運んでみてください。今日は誠にありがとうございました。優勝平尾選手です。おめでとうございます。写真を撮ります。どうぞ報道関係の皆様ステージの方に上がってください。平尾選手少し後ろに下がってください。今準備をいたします。優勝賞金2500万円の小切手、そして優勝杯、これを前にいたしまして写真を撮ります。プレス報道関係の皆さんはステージの方に上がってください。この後南明さんにも入っていただきますが、準備ができますのでちょっとお待ちいただきたいと思います。先にじゃあワンショットでちょっと撮らせていただきましょうね。その後明菜にも入っていただきます。ちょっとお待ちくださいね。はい、ファンの皆様少しお待ちくださいね。はいはい、見事な優勝でした。優勝杯を高く掲げております。それでは明菜にも入っていただきましょう。南明さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうぞお入りください。はい、2人並んでいただいてツーショットで、短い時間になります。お許しいただきたいと思います。はい、そう、ちょっと寄り添うような、はい、手を添えていただきましょう。今日はトークショーで大いに盛り上げてくれました南明さん、明菜、これからもね、本当にボートレースのイメージの一新、そして向上のために活躍をしてくださいます。ありがとうございます。賞金王決定戦は19日から、そしてトライアルは21日からになります。はい、明菜をちょっとお送りしたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、南明さんでした。ありがとうございます。役ですか。はい、はい、ありがとうございます。よろしいですね。はい、南明さんでした。拍手でお送りください。ありがとうございます。で、ちょっと待ってください。写真を皆さんちょっと撮りましょうね。私これちょっと前持ってきます。地元ですから。はいはい、これがね、また優勝杯が重たいんですね。かなりの重さです。なので、もう黄金の腕でね、負担かけちゃいけませんので、あとこれ本当重たいの、ごめんなさい、本当重たいの。じゃあ、あとね10秒です。ごめんなさいね、早めに。はい、あと10秒。本当に重たいです。いいですか、写真撮ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、では戻していただきたいと思います。ありがとうございます。真ん中へどうぞ。あ、後ほどね、差し上げますね。真ん中へどうぞ。はい、皆さん、最後に一言平尾選手からね、お話をしてもらいますけれども、どうぞ皆さん万歳三勝でですね、平尾選手のますますの活躍を期待したいと思います。まず一言お願いします。はい、もう何も言えません。ありがとうございましたとしか言えないですけど、今日は遅くまで残っていただき、どうもありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それでは賞金王決定戦の活躍を期待します。万歳三勝を行います。いきますよ、せーの、万歳万歳万歳。15回チャレンジカップを制した平尾貴盛選手でした。